はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、a u p たぬきの大恩返し夏始まるローソン対象全国チェーン店など最大10%還元ということで、今回は久しぶりの a u p a y についてですね、この動画では a u p a y の大型のキャンペーンについてお伝えします。使い方によってはかなりですね、熱いので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。それでは、行ってみましょう ということで本日発表されたのがこちらのキャンペーンですね。ポンタポイント貯まるたぬきの大恩返し夏英雄ペイということで、このキャンペーン懐かしいですよね。ちょっと前もすごく盛り上がったんですけども、なんとこの夏もキャンペーンが開催されるということでございます。で、こちらのキャンペーンなんですけども、今回ですね、7個に分かれてるんですよね。 で、先ほどもお伝えしたように、全部が全部参加すればいいっていうわけではなくて、まあ、参加仕方によっては結構お得に使えるのかなと思いますので、まぁ、あ、一つ一つね、サクサクっと見ていきましょう。まず一つ目なんですけども、対象の全国チェーン店最大10%還元ということで、 それがこちらなんですけども、公式ページですね。まず、対象の全国チェーン店なんですけども、今出てるのは、31、ワンコーヒー、ココイチと、あと、スシロー、ココス、そして、KFC、赤ちゃん、ホンポ、コーナン、ゼビオ。まあ、こういったところが対象となりまして、一部ですね、キャンペーンの対象外のお店もありますので、気をつけてください。で、このキャンペーンの目印は、このようなポップが出てるみたいなので、まあ、これを目印にね、使ってもいいと思いますし、最近、まあ、AU ペイでは、まあ、キャンペーンの対象のお店で、マップからですね、フィルターをかけて探すこともできたりするので、 まあそういった方法で探してみてもいいのかなというふうに思います。でこのキャンペーンの内容は先ほどもお伝えした対象店舗で au ペンの支払いで、ポンタポイントが最大10%還元ということでございます。 で、今回、珍しくですね、ポイント還元上限が、まあ、分かれておりまして、2パターンに分かれてます。au と UQ モバイルを契約されている方はですね、1回に500ポイントまで、で、期間中トータルで1000ポイントまでが上限となります。で、それ以外の、まあ、通常の a u ペイユーザー、まあ、僕みたいなもので,ですね。そういった方であったりとか、p o を契約されている方、そういった方はですね、1回に500ポイントまで、そして、期間中トータルで500ポイントまでとなっております。なので、単純計算で au、UQ モバイルの方であれば、1回に500ポイントであれば、 百割ることの零点一なので、一回に五千円まで、そして期間中トータルで千ポイントまでなので、千割ることの零点一。なので、一、まあ、万円分使うことで、au、uk、モーエルの方は上限に到達すると。でそれ以外の通常の au、p a ユーザーであったりとか、ほぼ契約されている方であれば、一、まあ、回は同じなんですけども、期間中トータルで五百ポイントなので、まあ、どちらにしても五千円使うことで、ね、上限に到達するということでございます。 で、aupay のちょっとキャンペーンあるあるなんですけども、気をつけてほしいのはここなんですよね。税込200円未満のご利用は対象外ですということでございますので、まあこれはね、何かお買い物されるとか、お経験されるときは、ちょっとこれを意識した方がいいかなと思います。ちなみにキャンペーン自体は、基本的にはもう7月20日から8月31日までとなっておりまして、ポイント付与の時期が10月初旬頃ということになっております。続きまして2つ目のキャンペーンは、あなたの街の対象 aupay 加盟店で最大10%還元ということで、 それがこちらのページなんですけれども、まあ、簡単に言うと自分が住んでる地域によって、まあ、10%還元を受けることができますよということなんですが例えばですね僕は九州福岡県に住んでるんですけどもここをクリックするとですね対象の、まあ、お店が出てきますアライグマのパン屋さんブラウンジェール A コープ宮崎新生堂薬局ドラッグ新制度ということで新制度というこちらのお店はねなんか知ってるんですけどもそんな利用頻度は僕高くないんですよねですけどもなんか関東とかこの場所によったらなんかこうドラッグストアであったりとか まあ、スーパーぽいようなところですかね。まあ、そういったところが退場みたいな感じになっておりますんで、これはご自身が住んでる地域がどんな風になってるのかっていうのをですね、ぜひ公式ページを見た上でチェックをしてみてください。ちなみにですね、これのポイント還元上限も、有給モバイル、そして au を契約されている方と、それ以外のユーザーの方で、上限は先ほどお伝えしたものと同じでございます。続きまして3つ目のキャンペーンなんですけども、こちら、ローソン最大10%還元、そしてスマプレクーポン333円かけることの4ということで、実はですね、結構こちらのキャンペ キャンペーンがまあまあ厚くてどういった内容かと言いますとまずは今ここにも出てるようにまあローソンで AUP 決済をすることで最大10%還元を受けることができるっていうのがまあ、魅力的っていうところはあるんですけどもまあ、先ほどお伝えしたクーポンですね333円クーポンがこれがなんと4回もらうことができるっていうねそれがすごい熱いんですよねでそのクーポンについてなんですけどもどんな方がもらえるのかと言いますとみんながみんなもらえるわけではなくてここに出てる通りですね AU のスマートパスプレミアムをご利用 のお客様には以以下期間ごと円以上をごととと円円上利用いいただける円割引クーポを配布しますということでそうなんですよ。この au のスマートパスプレミアム会員の方であれば、このクーポンをもらうことができるということでございます。すでにね、契約されている方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども、僕自身はまだ契約はしてないんですが、今回このタイミングでね、この333円分を計算したら、333円かけることの4なので、1332円分が、 まあ実質まあただみたいなものになるんで。 今回正直この au スマートパスプレミアム僕契約紹介今めちゃくちゃ迷ってます。しかもこの au のスマートパスプレミアムっていうのがですね、まあ有料の会員にはなるんですけども、こちらにも出てるように、まあ初回登録30日間無料なんですよ。なので今回のタイミングで僕まだ登録をしたことがないので、まあ登録をしてローソンの特典を受けることもできますし、今出てるような aupay マーケットのまあ1000円オフクーポンとかまあそういったものももらえたりするので、おそらくまあこれに関しては別の動画にするかもしれないんですが、需要があればですね。 どんな風な特典があったりとかメリットがあるのかっていうのをおそらくまとめるかもしれません。まあ冷静に考えてこのクーポンめちゃくちゃお得だと思いますんで、実質ね、このタイミングで入れなかったらちょっともったいない感は若干出てるかもしれないです。 まあもちろんね、入会するかどうかっていうのはご自身の判断でいいと思いますけども、まあ結構これはいいタイミングで入会できそうな感じはしますよね。ちなみにこちらもですね、ポイント上限は先ほどお伝えした内容と同じとなっております。au と u m o b i l e の方と、それ以外の方、そしてポぼを契約されている方はこういったポイント還元でございます。続きまして4つ目のキャンペーンこちらですね。au ショップと au スタイル、そして u q スポットで最大10%還元と。 ま、内容としたらほとんど先ほどのキャンペーンと関連するんですけども、au ショップと au スタイル、有 q スポット、こういったところで10%還元でございます。で、一部対象外のお店もあるみたいなので、これはこちらのキャンペーンのページからクリックした上で確認してみてください。続きましてこちら、メニュー、デリバリーテイクアウトアプリ。こちらも10%還元ということで、それがこちらなんですけども、メニュー、デリバリー、テイクアウトアプリこちらも10還元ということで、ま、メニューというのは、ま、簡単に言うと、Uber Eats みたいなものですね。場所によっては対応してたりとか、対応してない地域もあるかもしれないんですけども、もし対応して 方がいらっしゃればこのタイミングで、メニューでででおお買い物をすればお買い物といい物物ををすすすれればばととうかか何注文最大で10%分のポイント還元を受けることができますでもしですね、今回のタイミングでメニュー使ってみようかなという方がいらっしゃいましたら、今ご覧のようなお友達招待増額キャンペーンというのをやっておりまして、まあ、簡単に言うと僕の招待コードを使ってこのメニューに登録された場合は2500円分のクーポンをもらえるらしいので、まあ、1250円のクーポンかける2つということでございますんで、まあ、このタイミングでね、ちょっとメニュー使ってみようかなという方がいらっしゃったら、いいタイミングかなと思います。 思いますちなみにこのキャンペーンですね、10%還元プラスアルファでなんとですね、先ほどお伝えした au のスマートパスプレミアム会員の方であれば最大でプラス10%還元、実質20%還元も受けることができますんで、かなり強いコンボを受けることができます。僕の招待コードプラススマートパスプレミアム会員の方であればプラス20%還元なんで、まあ結構熱いキャンペーンかなと思いますね。ちなみに冬上下に関したら先ほどお伝えしたそれぞれのキャンペーンと同じでございます。 続きまして、6つ目のキャンペーン、こちら、aupay マーケット最大10%還元ということで、こちらのキャンペーンもまあまあ熱いんですよ。それがこちらのページなんですけども、aupay マーケット a u p a y 残高で支払ったらポンタポイントが最大10%還元ということで、これが重要ですね。aupay 残高で10%還元ということで、 ま、今回ですね、対象となるのが4つ候補が出ておりまして、aupay ーーケット k e の物販であったりとか、ふるさと納税、そしてブックパス、レストラン美容、宿泊予約ということで、ま、おそらくね、このふるさと納税がまあまあ使いやすいものかなと思いますね。ふるさと納税して10%還元なので、ま、キャンペーンの消費は結構しやすいかなと思います。ですけども、一つ気をつけてほしいのは、aupay 残高で支払っていただくっていうところが重要ですね。そしたら10%分のポイント還元を受けることができます。このキャンペーンの下の方にですね、対象サービスということで、ま、先ほど お伝えした AUPA マーケットの中でも一部対象外のものをしっかりと出ております。こういったものは対象外ですよってあったりとか、まあいわゆるそのチケットとか金券ですね。まあそういったところを気をつけた上でぜひ利用してみてください。 で、最後7つ目なんですけども、こちらですね。AUP カードから AUP 残高にチャージで、なんと5倍のポイント還元を受けることができます。それがこちらなんですけども、AUP カード、AUP ゴールドカードから AUP 残高へのチャージでポンタポイントが5倍ということで、こちらのキャンペーンですね、付与上限が決まっております。通常の AUP カードの方であれば、1000ポイントまで、そして、そして AUP のゴールドカードを持っている方であれば、2000ポイントまでとなります。わかりやすくね、こういった上限の解説も出ておりまして、単純計算で、僕はですね、通常の AUP のカードを持ってます。 1000ポイント割ることの0.05なので、まあ、2万円分使うことによって1000ポイントの上限に到達すると。 そして、まあ、a u イのゴールドカードですね。この場合、2000ポイントが上限なので、これ割ることの、えー、10ポイントなので、えー、2万円分、同じく2万円分使うことで、それぞれ上限に到達するということでございます。でですね、このキャンペーンですね、特に僕の視聴者さんは気をつけてほしいところではあるんですけども、これなんですよ。2021年2月に a u イカードに入会された方は、7月31日利用分までは、新規入会ご利用特典が優先され、本特典は対象外となります。そして 8月利用分は本特定の対象ということでございますので、 おそらく僕がちょっと前に、まあ、何ヶ月か前に AUP カード作りましたよっていう動画アップした時に、まあ、作成された方の中にいらっしゃると思うんですよ。まあ、僕もその一人なんですが、おそらくここに記載されている方、該当される方中にいらっしゃるのかなと思います。で、プラスアルファで2021年3月以降の AUP カード入会者は新規入会ご利用特典が優先すれば本特典は対象外となりますということですので、まあ、そういった方もね、ここも該当される方もいらっしゃるかと思います。で、実際に僕がですね、これに該当するかどうかっていうのをチェック方法もありますので、 ちょっとそちらを見ていただければと思うんですがこちらは AUP カードを管理するマイページみたいなものなんですけどもそこにアクセスをしていただいてまずこの画面から一旦画面を下に下がっていただきますで、そこでですねここにちょっと下の方にお客様情報を確認変更するというと項目がございますのでここをタップしますそしたらですね画面が切り替わりましてちょっと下に下がったらですねここのお客様情報を確認変更のところで変更する確認するっていうところをタップしますそしたら画面が切り替わりましてご自身の情報とかいろいろ出てくるんで ですけどもここ見ていただきたいですねご入会年月日ということで2021年の2月の7日という風に僕の場合は記載されてますなので先ほどお伝えしたここに該当するんですよね2021年2月に AUP カードに入会されてる場合になるので7月31日までに関したらこの特典が優先されるんですよねいわゆるこの新規入会の確か5%還元ですねまだこれが適用されてるので こっちが優先されると。ですけども、8月利用分、7月はできませんけども、8月から使えば対象になるので、結構ラッキーちゃラッキーなんですよ。 ま、それを踏まえた上でですね、ご自身が AUP カードいつ入会されたかどうかをチェックした上で、今のチャージキャンペーン参加できるかどうかっていうのをチェックしてみてください。それでは今お伝えしたキャンペーンざっくりとまとめていきましょう。まず一つ目は、対象の全国チェーン店で10%還元ということで、ま、対象のお店が米田コーヒーだったりとか、ココイチとかスシロー、こういったところが対象と、キャンペーン自体は7月20日から8月31日まで、付与上限はご覧の通りとなっております。ポイント付与時期も10月初旬頃、ポンタポイントとして付与されます。ですけども、200円、税込200円未満のご利用は 対象外となりますので気をつけてください次に、あなたの街の対象 AUP 加盟店最大10%還元ということで、キャンペーンがスタートする日も同じでございまして、対象店舗はスーパーであったりとかドラッグストアとか、これに関してはご自身が住んでる地域によって変わりますので、必ず公式ページをチェックした上で参加してみてください。付与上限はご覧の通りとなっておりまして、付与時期も同じでございます。次にこちら、ローソン10%還元、プラススマートパスプレミアム会員の方であれば、33円クーポンを4回もらえるというかなり熱いキャンペーンでございます。こちら のキャンペーンの期間は同じでございまして、対象店舗はローソン以外にもローソン 3F ローソン、ポプラナチュラルローソン、そしてローソンスト100も対象でございます。上限不要時期注意点も同じでございまして。まあ、僕は今回ね。スマートパスプレミアム会員に今回のタイミングでまあ、入ろうかどうかっていう悩んでるんですけどもまあ、それはねまあ、ちょっと入ることを踏まえて、また別の動画で解説をしようかなという風に検討しております。で、次にこちら au ショップ au スタイル UQ スポットで au ペース10%還元ということでスタートする期間同じで対象の店舗は今お伝えしたように。au。 ででったりとか au ススタイル有給スポットで10還元でございます続きまして、こちらはデリバリーテイクアウトアプリのメニューですね。こちらで最大10%還元、プラススマートパスプレミアム会員の方ればさらに10%還元を受けることができます。キャンペーンの期間、付与上限、利用時期、注意点、それぞれ同じでございまして、先ほどもお伝えしたように、僕が持っているこちらの招待コードから登録していただければ、最大で2500円分のクーポンゲットすることもできますので、利用検討されている方は概要欄見ていただければと思います。続きまして、au pay ー,ーケットで au pay 残高で支払うことによって、 で最大10%還元ということでこちらのキャンペーンの期間先ほどと同じでございまして対象となるショップが au ペンマーケット以外にもふるさと納税 au ペンマーケットブックパスレストラン美容宿泊の予約こういったところが対象とであと上限付与時期も同じでございますのでもしねふるさと納税とかで利用されるタイミングの方いらっしゃればこのタイミングでやってみてもいいと思いますですけども au ペン残高での支払いっていうところがポイントでございますので気をつけてください 次に AUP カード、AUP ゴールドカードを使って AUP 残高にチャージすることによって5倍の還元を受けることができるっていうキャンペーンですね。期間は先ほどとお伝えしたキャンペーンと同じ期間でございまして、ですけどもこのキャンペーンの注意点は先ほどもお伝えしたように2021年の2月に AUP カードに入会された方はですね、2021年の7月31日利用分までは新規入会及び利用特典が優先されるので特典は対象外と。ですけども2月に入会された方は8月分利用することでこのキャンペーンを受けることができます。 で参加するタイミングは一番8月がベストかなと思いますでプラスアルファで3月に入会された方はですねこのキャンペーン適用することはできませんのでそれを踏まえた上でですね参加できる方は参加してみてくださいで今回のこのキャンペーンの内容を踏まえてですねまあ、先日動画でも紹介したんですがローソン銀行 ATM を使って AUP 残高にチャージをするこちらのキャンペーン参加された方結構いらっしゃると思うんですよまあ、僕もその一人なんですけどもこのキャンペーンのタイミングでおそらく2万円分チャージした方が結構いらっしゃると思うんですよねでその残高を 使ってですね、ぜひこのキャンペーンに参加してみたら結構効率よく参加できると思います。 ま、中にはね、au の自分銀行を使って出勤された方もいらっしゃるかと思うんですけども、僕は今回ですね、何かキャンペーンがあるだろうっていうことをですね、信じて、信じて、まあ、奇跡的にですね、今回キャンペーンが開催されるということでございますんで、今回のこのタイミングでいい感じに使い切っていこうかなと思っております。まあ、そんなこんなで今回は久しぶりのタヌキの大恩返し夏のキャンペーンについて、まあ、結構駆け足ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、還元率はね、10%還元とこれまでのキャンペーンに比べたら、確かにちょっと静かになってるとこではあるんですけども、 久しぶりのね、AUPAY の大型のキャンペーンでございますんで、現時点ではちょっとこれこれ使うっていうのはまだ決まってはいないんですけども、まあ、効率よくね、使っていこうかなと思っております。で、今回お伝えさせていただいた7つのキャンペーンのリンク、それぞれ1つずつ貼っております。で、先ほどお伝えしたデリバリーテイクアウトアプリのメニューのこちらの招待コードも概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたら見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。